1、ここはとある温泉は、つけねそうな客が一人。そこへ何にも知らないうぶな歌やっこが二人は来てまいります。それでは杉やっこさん、どうぞ。完全に成熟した男のムード。
という仕事を、まあ、いくつかですね、やってたもんですから、
この1週間、まあ、当然物理学のインプットなんてないわけですよ。本当に私は仕事しておるのかしら。準備だけが長い。データを入れるわけでもないし、出てくるわけでもないし、なんかわからんもんですから、その前任者の先輩の後ついてうろ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 してるだけなんです。本当にこれでいいのかな。最初ものすごい不安になりました、正直言いまして。まあこの年ですから、あれその変なことなかなか聞きにくいし、まあ最初だからって聞いてますけども、まあ本当にそういう時間があるっていうあれだから、もう完全に参政権の時代と離れたものですから、まあそれ以上にですね、しっかりその時間をコントロール自分でやっていかないと、もうむちゃくちゃにならないと、そういう感じで今やってます。Thank you.
に序列を重んじる本が書いてあった。序列通り並んでほしい。Thank you.
妙不大に
Thank you.
ヤマハブレイクの崩壊。